はい、えー。皆さん、こんにちは。鈴木森夫チャンネルへようこそ。えー、このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています。えー、今回のテーマは、A 型肝炎です、えー。最初にウイルス性肝炎について説明し、えー、E 型肝炎について説明します。えー、そして、A 型肝炎と B 型肝炎と C 型肝炎を比較し、 その中で特に A 型肝炎について詳しく説明していきます。記憶に残る復習の仕方早期して保存について説明し、最後に A 型肝炎に関する国家試験過去問題を解説します。まずですね、肝炎の原因のほとんどは肝炎ウイルスの感染によるウイルス性肝炎であるというふうに覚えてください。もちろんね、他の原因の肝炎もあることはあるんですけれども、 肝炎の原因のほとんどは、えー、肝炎ウイルスの感染によるウイルス性肝炎なんです。そして、えー、肝炎ウイルスにはです、ね、種類がありますねで。その種類によって慢性肝炎になるものとならないものがありまして、そして慢性肝炎になるものはその後肝硬変や肝細胞がんの原因にもなるんだというところまで、えー、関連づけて覚えてください。で今回のテーマは、えー A 型肝炎ですけども、最初に E 型肝炎について少し説明しますえ。E 型肝炎の問題がですね、出るというのは少ないんですけれども、もし E 型肝炎の問題が出たら、E 型肝炎の特徴は A 型肝炎と似ている。だから A 型肝炎の知識で、えー、解いてください。例えばですね、経、え、口、ー、感染するというところも、えー、慢性化しないというところもですね、A 型肝炎と、まあ、 同じ特徴なんですね。ただ A 型肝炎と唯一違うところはですね、えー、A 型肝炎にはワクチンがありますけれども、E 型肝炎にはワクチンはないということになります。はい、次にですね、今度はよく出る、ね、A 型肝炎、B 型肝炎、C 型肝炎を比較してみましょう、えー。それぞれ原因のウイルスは A 型肝炎ウイルス、B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルスになります。でところでウイルスというのはですね、えー、拡散 でできた芯とタンパク質の殻でできていますよね。その拡散、遺伝子はですね、DNA を持っているものと RNA を持っているものがあるんですが、全体的に見ると RNA ウイルスの方が圧倒的に多いです。その中で B 型肝炎ウイルスはですね、DNA ウイルスなんだということを覚えておきましょう。でもそれ以外のもの、今回のテーマである A 型肝炎ウイルスも RNA を えー、思っている RNA ウイルスになりますそして感染経路を比較してみるとですね B 型肝炎 C 型肝炎は血液感染や垂直感染をするしますけれども A 型肝炎は蛍光感染なんですねで潜伏期間がですね、まあ、2から6週間と書いてありますから、まあ、1か月前後ですよね B 型肝炎 C 型肝炎も、まあ、1か月で、えー、発症する場合もありますけれども C 型肝炎で1ヶ月から3ヶ月、B 型肝炎で1ヶ月から半年というふうにね、まあ、潜伏期間にはだいぶ幅があります。A 型肝炎は1ヶ月前後ぐらいです。はい、次に今度はですね、激症化、急性肝炎の中で非常に重症化するかというものを見たときに、 A 型肝炎と B 型肝炎は、これは重症化、激症化しますね。A 型肝炎は特に高齢者で激症化しやすいですし、B 型肝炎はまあ年齢関係なくですね、たまたま免疫力が弱いと非常に激症化して命には危険性があるということになります。それに対して C 型肝炎は、激症化は稀ですね。そして、その下を全部見ると、先ほど述べたように、慢性化するものは、 その後肝硬変や肝細胞がになったり、持続感染者キャリアと言われるものになるんですが、今回のテーマである A 型肝炎については慢性化しませんから、肝硬変、肝細胞がになりませんし、持続感染者キャリアもいないというふうに、他の肝炎ウイルスと比較して覚えてください。さらにですね、薬ですよね、免疫グロブリン製剤、つまり抗体が薬になっているかどうかなんですが、 これは A 型肝炎、B 型肝炎で免疫グロブリン製剤があります。C 型肝炎にはありません。予防のためのワクチンもですね A 型肝炎、B 型肝炎にはあって、C 型肝炎にはないということになります。さあ、他の肝炎と比較しましたけども、もう一度 A 型肝炎だけを復習していきましょう。A 型肝炎は、A 型肝炎ウイルスに汚染された飲食物を経口摂取して感染する急性肝炎です。 慢性肝炎になることはありませんもう少し具体的に説明すると A 型肝炎ウイルスというのはその A 型肝炎にかっている患者さんの便中に排泄されます。で例えばですけれどもその便がですね例えば井戸水に流れ込んでしまった、えー、そしてその井戸水は汚染されたわけですけどもその水で洗った野菜とか、まあ、そういった生物をですね、えー、別の人が 口から食べる、経口摂取すると、そこから感染してしまうということになるわけですよね。そうすると、日本でなかなかそんなところはないですと思った人もいるかもしれません。つまり、A 型肝炎は衛生環境の悪いところで流行ってしまうわけです。A 型肝炎は成、ま、果、あ、しませんから、肝硬変や肝細胞がんとの関係はありませんし、A 型肝炎の持続キャリアもいないということになります。えー A 型肝炎は劇症肝炎になります。特に、えー、高齢者、免疫力の低い高齢者はですね、若年者に比べて重症化しやすいという特徴があります。A 型肝炎には、まあ、ワクチンがありますから、えー、先ほど言ったような衛生環境の悪い地域にどうしてもお仕事で行くといったような時にはですね、A 型肝炎のワクチン接種が進められるということになります。 国家試験には確実に合格する学習方法があって、このチャンネルではラーニングするディスカッションの s c u s のを取った LTD ですよと教えています。国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていること、あなたも知っていれば確実に合格しますよということになります。LTD をすればそのような状態になるので、絶対に合格します。LTD は記憶の三原則、記名保存早期にも適していて、学習効率がとても良いです。LTD を知りたいですという方は、学習方法の回をご覧になってください。 それでは今回の復習をしましょう。SNS で今回学んだことを発信すると、それは早期の訓練なので、記憶に保存されて忘れません。Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など、何でも構いません。あなたの学びでクラスメートも、あ、そうやって覚えたらいいのかと決めることができて喜んでくれます。その時には、ハッシュタグ鈴木森生チャンネル、ハッシュタグ A 型会員とつけてください。お願いします。 最初に A 型肝炎の特徴をですね、B 型肝炎、C 型肝炎と比較して説明してみましょう。それから A 型肝炎の感染経路について説明してください。過去の国家試験問題です。ワクチンが有効なウイルス肝炎はどれか2つ選べということですよね。ワクチンがあるものとしては A 型肝炎とそれから B 型肝炎で、C 型肝炎にはありませんでした。 えっと、e 型肝炎が、ね、こうやって問題に出たときはです、ね、A 型肝炎の知識で解くんですけれども、ワクチンについてはなかったですよね。経、は、口、いえー、感染で発症するのはどれかというものです。1番、HIV 感染症、AIDS ですけれども、これは血液体液感染で感染しますね。2番の A 型肝炎は、これは経口感染で 発症すると言えなけければいけません3番、回線と呼いますけども、これは肥前谷というね外部寄生中の感染症で、接触感染や性行為で感染します。4番の肺,肺結核は飛沫感染、空気感染します。血液感染するのはどれかという問題です。1番の結核は飛沫感染、空気感染で。で2番のえ型肝炎は、 蛍光感染します3番の B 型肝炎は血液・体液感染をします。4番のインフルエンザは飛沫感染・接触感染します。はいえー、次に発がん因子でないのはどれかという問題ですよね。1番のタバコですけれども、タバコの中にはですねたくさんの、えー、発がん性の化学物質がありますね。つまり科学的病院になるわけです。 2番の X 線、これも放射線で物理的な病院で発癌因子になります。3番アスベストは科学的な病院で発肝因子になり、4番のコールタールの中にも様々な発肝因子が入っている科学的病院になります。5番の A 型肝炎ですが、慢性化しないので肝細胞がんとかと関係しませんよね。5番の A 型肝炎は発肝性はありません。 えー、必修問題ですね。傾向感染する肝炎はどれかで、これはもう絶対に A 型肝炎と言えなければいけません。えー、B 型肝炎、C 型肝炎、D 型肝炎は傾向感染しないですね、はいえー。ウイルス性肝炎の起源ウイルスで DNA ウイルスはどれかという問題です、えー。答えは B 型肝炎ウイルスと言えなければいけません。 それ以外のものもはみんな RNA ウイルスですまたここでも E 型肝炎ウイルスが出ましたけれども E 型肝炎でドキッとしてもですね A 型肝炎の知識で解いてください A さん42歳女性は3日前から微熱と強い全身倦怠感を自覚したため病院を受診したところ肝機能障害が認められ急性肝炎の診断で入院した1ヶ月前に生のカキを摂取している えー、A さんはこれまで肝臓に異常を指摘されたことはなく、家族で肝臓疾患を罹患した者はいない。A さんが理解した肝炎について正しいのはどれかという問題です。一番、細菌感染でしょうか。えーねまあ、生のカキを接、ね、種しているということで、えー、それからまあ1ヶ月ぐらいの潜伏期だったということからですね。 えまあこれはあ、ね、A 型肝炎ではないかというのが一番疑われるわけですよね。ですから、一番最近感染ではないでしょう。2番、激症化する危険性があるでしょうか。ねえー、最も激症化しやすいのは、ね、B 型肝炎ですけれども、えー、当然 A 型肝炎も、ね、激症化する可能性はあるので、これが正しいということになります。それに対して3番、慢性肝炎に越しやすいかと言われれば A 型肝炎は慢性化しませんし、 一般に別の回で詳しく解説しますけれども、急性肝炎はですね、えーまあ、自分の免疫力で治癒するということになりますよね。えー、急性ウイルス性肝炎はですね。なので、インターフェロン療法は行いません、はい。国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったら、ぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。